こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でイッコです。じゃあ、やっていきましょう。今回は、作れたの良かったと思います。チャンスを次々作っていくことが大事。無理する。これが低い位置だもん。これ南が弱くする。うまい。そういうパス。さっきは一本やられてしまった。ゴールキックになります。ダメ？おっと、これも画面出てしまった。緑のクリアついてる。これは無理。タツキアキャッチです。ポンポン見よう。さあクリミア取り込む。いや、わかんない。こっちはボールをするんですね。もう一度するな。エアロビクス。おい、はい。危ない、ね、ちょっとミオとか疲れてますね。まだスピードが残っている。チャンス。ミオに。入った、選手点。フレッシュチャンスを作って、何回かのチャン、何回のチャンス作ったので、しっかりそれがいきましたね。前半終了です。さあ、これは比較的攻撃中に
しない方がいい。ああ、取られてしまった。外に出します。ここにしといいですね。せっかく取りましょう。交代成立です。これで交代枠使い切りました。え？あ、ここで今ポストに救われた感じです。一瞬空白の時間できましたね。あ、なんで簡単に取られてしまうんだ。お、逆に取り返しました。これがファウルです。緑。え？急に何が戻った？出てるんじゃないのかな？節子が直接、チーン。取り切れませんでした。2点目取ってた大きな、結構チーン前進だったんですが。出たかった。やばい。危ない。見つけちゃう。押し上げすぎるのもどうかと思います。緑。これはクラリス。危ない。気をつけろ。クラリスに渡った。さあ、飛び込む。クラリス。おっと、決めた。緑だ。完璧な2点目をゲット。ぐるっときた。涙で見えない。いや、地味にいいですね。クライス、私受けるパスが。クライスも。これは跳ね返されたんですが、緑がそこに突き進んできた。いい流れでした。お、ボールパス。もうほとんど時間はないです。得失点差は最後大事になってくるので決めましょう。さあラストチャンス。3点目も直接決めました。素晴らしすぎる。来てよかった。本当ですね。おー、試合終了3対0。足結果的に圧勝でした。前半終了確認でした。ボレー長身のセンタリングを見事にした。緑の選択性、これは危なかった。一番下です。緑なんとヘイトのキック。さあ2点目です。これ OK。 どれ
그리고 내가 좀 딱히 15 탄생이 12 탄생 12 그리고 되게 모르고로이나 뛰었었네. ボール支配率も高かったですね。 シュート数も圧倒的。 課題も 10個。 完璧な試合です。 ということで、 グループ B の首位ですね。 得失点差で。 バラマンティっていうのは勝ちましたね。あ、これ強いわ、バラマンティ。上海クラブも1点差ですけど、上海クラブも強いチームですからね。ミルザが一番弱いんですよね、これだったら。油断は安心できないな、一番弱いチームだったんだ。まあ、上海クラブもそれなり強い。 ミルザガーセミに3対0で圧勝しました。早速ミルザーと勝ったんではないでしょうか。次の試合は浅草サンダーボルトです。右の方が C 組ですね。少し極端ですが、 ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。本日ツイッターやっております。いつもよりもご質問いただけます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画高ぶりに投票させます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲームダブルです。